市のね、今ずっとね山登ってるんで、僕はね今のうちにね、朝ごはんにしたいなと思います。家臣がいるとねなかなか食べれないんでね、今日はねこれ買いました。僕これ好きなんですよ、セブンイレブンの塩むすびということでね。やっぱりね普段は食べないんですけど、やっぱりね山に行く時とかってね、このね塩を食べたくなるんですよね。じゃちょっとね早速揚げてみたいと思うんですけど、ちょっとねポケットに入れたまんまだったのでちょっと潰れてますけどね、まあ本来はちゃんとしてます。こんなね感じでね、すごくね光沢があってね、でね米と米の間がね均一なんですよ。すごくねなんていうんですか歯触りもいいしね、ほろほろほろっとね口の中でねほどける感じがしてね、すごく美味しいです。ちょっと早速いただいてみます。ね、やっぱこの高野山ね、安定の塩むすびですよ。やっぱりねこういうところでね食べるね塩むすびは本当に美味しい。家臣のとこ行ったんだ。145m 離れてます。ああ迷ってますね。迷ってます。これですね、映ってますかね。ねここを行ってこっち行ってるでしょ。僕がこの矢印にいるんですけど迷ってますね。ちなみに音声なんか追っかけているわけではないんですよ、おそらくね。ね、ガサ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 言ってるだけで吠えてる声がしないと思うんで迷ってますね。こうやってね迷わせることも、ね、大事だと思うんですよ。親方は助けないぞと、自分で頑張って帰ってこいと。お、あ帰ってきましたね。今はまだご飯食べてますからね。帰ってきた帰ってきた。おい、来い来い。よし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 、よかった、塩むすびバレなくてよかった。もうすぐそこにね川が流れてるんですよ。その川の水飲み行ってますね。僕のねすぐ脇にはね、あ落ちた、やばい、これはやばい、家臣が食べたらやばい。塩むすびをねちょっと落としてしまったんですけど、これ食べたらやばいんで、せっかくなんでね、ここに置いておきましょう。ここね、まあ鳥さんとかが食べてくれるでしょうね。どっかのサイトで見たんですけど、またねそんなサイトばっかり見て頭でっかちになっててね、思われたらすいませんね。
あんまりね犬にね白ご飯やるのよくないらしいですね。なのでうちはねもうドッグフード、もう主食はねもう絶対ドッグフードで、おやつに、まあ一応犬用のね、まあ、塩分を抑えたいりこ、まあ、それだけにしてますね。あとあのあれキャベツとかねレタスとかね、捨てちゃうやつですよ。ゼロ円食堂みたいな感じになってますけど、そういうのとか、あれいいらしいですよ。あのじゃがいもとかねさつまいもとか、あの畑でね取れて、あのなんていうんですかね、あの調理に使えなさそうなやつ、そういうのはねやりたいなと思いますけどね。ちょっと待って、これどうした、なんかおでこのとこなんか傷かと思ったら汚れてるだけな感じですね。すげえなんか触ったらよだれでベトベトになって、ちょっと川に手洗いっか、よいしょ。なんかねこういうその登山道というか遊歩道というか、まあ、林道というかね、あのきちんとね整備されてあって、でこんなね感じのね川がずっとこう山からずっとこうダムの方に続いてるわけですよ。まあダムじゃねえや、ため池か。わあなんか冷たくてすごくね気持ちいいんですけど、ただね自然じゃないんですよ。この水のね、もともとは自然でしょうけど、この流れはね自然とはねおおよそちょっと言えないんですよね。向こうちょっと遠くに見えますかね、ちょっと滝みたいなね感じに見えると思うんですけど、あれ人工物なんですよ。こういうね人工物がところどころあるんですよね。でこういったね、まあ、水源がね、保全されていると、まあそういったところなんですけど、こういうのをね見てね、まあ、自然っていうのもね、まあ、ちょっとね僕は個人的に、まあ、ちょっと違うんじゃないかなって思うところもあるんですよね。まあ、自然と触れ合う自然的なっていうね意味合いではいいとは思うんですけれど、結局ねあの公共事業なんですよね。いや僕はねこうやって今言ってますけど、別にねあの土木関係者でもないし、まあね、とあるしがないトレーラーマンなんですけれど、全くね土木とは関係ない、職業なんですけど、やっぱり、こういうのもね公共事業なんだなって、まあ、思いますよね。あ、カニがいますね。もう隠れましたよ。これね石、あ、見えますかね。あ、見えますね。おいますね。なんかこういうのを見つけると嬉しいですよね。こっちはあれどこだ、お、あ、カシノ来たから逃げていった。イボガエルいましたけどね。まあこういうところもあれですよね、犬が連れてきてくれますよね。あとはねジムニーもね連れてきてくれる、そんな気がするんですよね。さてとね、もう
こんな時間ね、8時20分ですので、そろそろね、家の方に帰りたいと思います。もうね、嫁さん子供も大概ね、まあ、起きてきていることでしょうし、ちょっとね結構汗びっしょりになってるんでね、シャワーも浴びたいということでね、帰る方向で行きたいなと思います。先にねもうご挨拶しておきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。なんか帰ってたらちょっとねいい感じなところをね見つけたんで、ちょっとねそこに行ってみたいと思います。どこから行くか、こっちから行くか。おい来い、カチン来いよ、来い。はい、よいしょ。なんか川の水が綺麗ですかね。あの花粉症ねだいぶいいんですよ。悪いけどまだね、まだ悪いけど一時期と比べたらだいぶいいんです。もうね、あとはねもう季節が解決してくれると、そういった感じですけどね。ため池ですね。お、あれカメか。違いましたね、木でしたね。うん、あ、いいね、うん、いいよ。こん中ザバーンって入ってこう泳いでくれんかな。ここね、あのブラックバスのね釣りしてる方いたんですよ。昨日ですけどね、初めて来た時に、まあ、今日はいないんですけどね。ここね車では入れないんですよ。なんで知ってんだって話なんですよね。まあもともとね地元の方っていうのもあるでしょうけれど、やっぱりね Google マップとかね、そういうところだと思うんですよね、うん、Google マップでため池見つけて、でそこまで行くと、まあ便利な世の中になったと思えばね、まあそういったね、まあ、弊害も出てくると、まあそういったところなんですけどね。と言ってたらね、僕もね、まあ、Google マップね、大いに利用してもらっているので、ね、文句は言えないんですけど、なんだこれ、握りばさみ、ダイソー、なんかこうこういう音をね聞いてるとすごくね癒されますね。ただね、あの僕経験あるんですけど、今はねすごく心地いい音なんですけど、これねキャンプとかで、ね、夜になったらね結構うるさいんですよね。なのでこういったところでねキャンプしようかなって、考えてある方はね、その辺もきちんとね頭に入れた上でね、計画をね立ててもらったらいいと思います。海水浴場もそうなんですよ。日がね明るいうちは、すごくね音も良くて、ロケーションもね良くてっていう感じでしょうけれど、またあの夕日なんかもねすごくいいんですけど、
かし向こう行きましたね。日が落ちるとね、だんだんね、うん、最初のうちはいいんですけどね、寝る頃になるとね、あの波の音がねちょっとうるさいんですよね。なのでね、砂浜とかね、そういったところで、キャンプをね、計画してある方はその辺もね頭に入れてもらったらと思いますけどね。さてとね、家臣はもう山の方に行きましたけれど、僕はね帰る方向で行きたいと思います。よし、よいしょ。